はい。皆さん、こんばんは。大変お待たせいたしました。日本ブロックチェーン協会え事務局長、JBA 事務局長の豊中子と申します。いつも本当にありがとうございます。えー、第1回目にご登壇いただきました、国道さんが代表理事を務められております。ブロックチェーンコンテンツ協会 BCA、一般社団法人ブロックチェーン推進協会 BCC と、えー こちら、東京会、一般社団法人、日本ブロックチェーン協会、JBA はですね、ガイドライン整備や国内事業者の国際協力強化のための環境整備を議論するために、ブロックチェーン関連3団体合同で NFT の勉強会、こちら開催しております。えー、今日はですね、本当皆さん楽しみにされていた方、多いと思います。 ダブルジャンプ東京代表のですね、上野宏信様です。えー、なんか今日は本当にダブル上野という形でツイートも出ていますけれども、い、え、ろ、ー、んなこと深掘りできればなと思っております。まあ、今年に入りまして NFT の認知者市場が急拡大。 しています。それに伴って NFT を取り巻く制度なに関する議論が複数の業界団体それぞれで行われております。そこで JBA としては、ブロックチェーン関連3団体共同で NFT の分科会立ち上げを目指しまして、当該団体であるそれら以外の各団体との意見も集約した上で、行政に働きかけて官民連,帯連携を目指してまいります。 共同の分科会設立に伴って、まずは JBA 主催のもとで今回の NFT 勉強会を開催させていただくことになりました。本日はその第2回目ですね。第2回目ですよね。えー、これはあの前回も放送させていただきますけども、会員企業様限定の公開となっております。ですので、えー、会員企業の皆様、本日はご参加、ご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。はい なお3回目以降はですね一般公開とさせていく予定でおります。より多くの皆様にご視聴いただきますと本当に嬉しいです。えー、2回目、えー、今回がそうですけど、基本的に木曜日のこの19時からになっています。ちなみに第3回目は6月3日、そして2週明けて第4回目は6月17日、そして第5回目が6月24日となっております。はい 登壇者はですね、現在調整中ですので、えー、っとこの先週からちょっとサプライズっていう言葉を使っているんですけど、ちょっと実際そういうの方がご登壇予定ですので、今しばらく、えー、お待ちください、えー。決まり次第ですね、ホームページおよびツイッターでも発表させていただければと思います、はい。では最初にすいません、5分間だけください。今日の流れとしてはですね、こういった流れです。最初、19時7分まで私の説明があります。その後ですね、約60分間、 えー、ダブルジャンプの上野様から、えー、お話を聞かせていただいて、その後質疑応答に入ります、えー。20時30分終了ですけども、質問数によっては若干延長もあると、えー、上野様からご講意いただいておりますで。本勉強会、基本的にオンライン開催、以、え、下、ー、に関して、えー、ご説明をさせていただければと思います、えー。基本的に視聴者の顔や音声は出ません。はい、ちょっと待ってくださいね。はい。 でですね、えっ、ー、ともう一つ途中で不具合が生じた場合でも本日録画したものはアーカイブ配信予定ですので後日ご視聴いただければと思います。その点はご安心ください。そして質疑応答えー、毎回ありますけどもこちらですね質問はこのスタートえっ、ー、と上野さんのお話が始まってから随時受け付け いたしますので気になることありましたら、画面下の QA、こちらからですね、えー、書いていただければと思います。私の方が選んで、それを皆さんの代わりに、えー、上野さんに質問をさせていただきますという流れです。まあ、ただしですね、えー、質問が多い場合は全ては回答できません。また、あるいは明らかに営利目的のものであるとか、あるいは、えー、ちょっと趣旨とかなり外れてるんじゃないか、まあ。今回、会員企業限定ではですからないとは思うんですけども、一般公開で時折リミュ 受けられますね、そこは、えー、採用はさしすることはありません。はいまあ、といったれです、まあ。いつもの通りではあります。えー、こういった中で、えー、今回第2回進めていきたいと思います。それではもう私の話はここまでにして、早速本日のご登壇者を紹介させていただきます。えー、本日のご登壇者はですね、えーえー、ダブルジャンプ東京株式会社代表取締役社長、上野博信様。テーマはブロックチェーンゲームにおける NFT の実用 実運用事例紹介ですね、えー。こちらでお話をいただきます。えー、簡単な自己紹介の後、早速、えー、講義に入お話に入っていただければと思います。上田さん、こんばんは。あ、こんばんは。お久しぶりです。お久しぶりです。えー、今日はあのダブル v のでお願いいたします,そうです、ね。はい、よろしくお願いします、はい。ありがとうございます。はい、それではですね、あのー、画面共有いただいて、自己紹介の後、早速お話し聞かせていただければと思います。よろしくお願いいたします。 よろししくお願いします画面共有させていただきます。少々お待ちください。えー、これかな。えっ、ー、と、ちょっとね、顔を出していると Mac が重いんで、ちょっと、B、あの顔は一旦停止しますね。はい、どうぞよろしくお願いします。ちょっと待ってくださいね。 少々お待ちください。よいしょ。えっ、ー、と、もう一度共有させていただきます。よいしょ。はい。あの見えるでしょうか大丈夫でしょうかね。はい、見えます。大丈夫です。はい。 えー、ではあの始めさせていただきたいと思います。えー、ダブルジャンプ東京の,あの上野です。えー、第2回の NFT 共同勉強会というところで、ブロックチェーンゲームにおける NFT の実用事例紹介というのをあの共有させていただきたいと思います。はいでえー、とまずあの会社紹介なんですけど、ダブルジャンプ東京株式会社です。 えー、ビジョンとしては、リビューディングザ・フューチャー・オブ・ゲーミング・ウィズ・ブロックチェーン・テクノロジーということで、ブロックチェーンの技術を使ってゲームの未来を再構築するんだというビジョンを掲げております。2018年4月に設立したあ3年ちょっと経ってる会社なんですけど、ブロックチェーンゲーム開発会社となります。えー、で、えっ、ー、と、まあ、ダブルジャンプ・東京キョ、まあ、略して DJT って、まあ、よく言ってますけど、DJT での実績 に関してなんですがあマイクリ、マイクリプトヒーローズというブロックチェーンゲームにおいを出して、イーサリアム上においてあの世界一の取引量、イーサー売り上げというのを記録しておりますで、えっとまあ。マイクリプトヒーローズを横転して、えっと、リリースしたブレイブフロンティア・ヒーローズと合わせて2万6千イーサー以上の売り上げになりました。でえっと、イーサーの時価を考えると、 あの2万6 0 0 0 e はあは70億円以上の売り上げとなっているようなあの形ですね。で、えっとまあ、タイミングも良かったっていうのも、まあ、あったりすると思うんですが、まあ、結果としては NFT 販売実績では国内ダントツナンバーワンの会社になっておりますという実績です。はい、で、えっと、今 DJT が展開している事業というのは、まあ、主に2つあって、まず1つ目なんですけれども、 えー、NFT プラス、MCH プラスというあのブロックチェーンゲーム開発支援の,あの事業、まあ、ブロックチェーンゲーム事業をしております。でえっと、もうすぐあの新作の自社タイトルでマイクリプトサーガというのを出させていただ,いあのいただく予定なんですけれども、あのいずれにしてもそのマイクリプトヒーローズという,うーゲームで、えー、培った運用ノウハウとか、 システムノウハウというのを横転してブロックチェーンゲーム開発をやりやすくするような仕組み MCH プラスというのを展開していてこれでタイトル既に出ているという状況になっております。でもう一つの事業としては、えー、NFT 事業の支援サービスとして NFT プラスというのをあの事業展開しております。えー、こちらに関してはあの。 まあ今年の3月ぐらいから日本でもすごく NFT というのが注目され,たされて結構案件というのがまあ増えている中で、えー、ブロックチェーンゲームの,あの運用をしたところでそのノウハウ、まあ、システムノウハウ等々を保っているというのを NFT 販売事業にも応用したものとして NFT プラスというのをあの作っております。すで、えー、とにあの発表させていただいている案件でも。 もうあのそ,そこに書かせていただいているようにスクエアエニック i さんとかセガサミーさん含めたさまざまなあのコンテンツプロバイダーの方にあの相談していただいて、えっと、NFT というのをこう販売する事業というのを展開するという形になっております。えっと、NFT プラスで狙っているところというのはもちろんその NFT を初期に、えっと、販売するというところのシステム的な 難しさとかっていうのをカバーするっていうのはあるんですが実際には NFT って、えー、単発で売るところよりもそのアートの運用の方がはるかにノウハウが必要っていうふうな認識で言いますとなのでそのアートとかを単発で販売するのであればまあそこまで頼るか頼らないかっていうとまああれなんですけどちゃんと NFT にユーティリティ性を持たせて、えー、と NFT を長く運用しあのまあ コンテンツっていうのを盛り上げていくっていう観点に立,て立つとあの NFT の運用に、えーまあ、結構その運用ノウハウがあるところに頼った方が今の時点だといいかなっていうふうに客観的にも思っております。はい。で、えっと、ちょっと待ってくださいね。はい。で、えっと、 本題に入りますで、えっと、マイクリプトヒーローズを例とした NFT の実運用事例紹介というところで、えっと、まず、えっと、NFT の,あの運用事例っていうのを考えた場合にやっぱりそのマイクリプトヒーローズみたいなあの実例を挙げながらあの NFT ってこういうふうに運用するところにあの難しさがあるんだなもしくは あポテンシャルがあるんだなっていうのをこう知っていただいた方が多分理解しやすいと思うのでえマイグリプトヒーローズの生い立ちというか流れを説明しながらあ NFT の,あの運用ノウハウっていうのをこう共有できればなっていうふうな流れで、えっと、考えておりますはいでまずはあの、えー、ちょっと待ってくださいね まずはあのマイクリプトヒーローズを作る際にあのホワイトペーパーっていうのを作りました2018年4月にあのダブルジャンプを創業したんですけどその4月に、まあ、もうホワイトペーパーっていうのをまず作成しましたどういうふうなあ設計で、えっと、ゲームっていうのを作っていくんだっていうのをこう結構あの書いたので、えっと、このマイクリプトヒーローズのホワイトペーパーっていうのは一般には公開されていませんただあ 内部的にはまあ意識合わせが必要だっていうのと、まあ、それをもって結構、リーガル確認とかもしたので、えー、公開はされてないもの,の、あのこれを作ったことに非常に意味があったなというふうには思ってます。で、2018年4月にホワイトペーパー作成したんですけど、えっ、ー、と、普通、そのゲームの企画書って、まあ、単純にそのゲーム企画に得意な人にレビューしてもらうとかっていうのもまあ,あったりするんですけど、まあ、それで終わりじゃないですか。 実際にはその2000、えー、と2018年4月にまあホワイトペーパー作成したときに、あの弁護士さんにレビューしてもらったみたいな、ちょっと特殊な流れがありました。で、えー、と1回、えー、とスクラップビルドしてるんですよねいあの。この設計だとリーガル的にはなかなか難しいところがあるっていうのを指摘されて、1回作り直して2018年4月末までにホワイトペーパーがまあ完成したみたいな流れがあって、えーとまあ、そこが普通のゲームを作るより、 あの難度の高いところではあるのかなというふうに思いました。で、えっ、ー、と、まあ、とはいえ、まあ、そのリーガル確認というのを弁護士さんと認識合わせ、えー、とした上で、まあ、これで大丈夫そうだというところになったので、えー、その上で、とはいえ、えー、と当局にも確認し,しようというところで、2018年5月に金融庁にも確認をあのしに行きました。で、ちょっとこれが、あの、 いつもの流れかっていうと、おそらくまだ、えー、と NFT 含めてどういうふうに取り扱うかっていうのがあまだ定まっていないような黎明期だったからあの我々としては金融庁に確認しに行ったんですけど、みんながこれをやる必要はないかなというふうには思っています。まあ、あの弁護士確認はやった方がいいと思うんですけど、当局確認まではそこまで必要ないかなと思ってますし、えー、とブロックチェーン、BCA とか JBA とか BCCC とか、まあ、そういうなんていうか、こう えー、ブロックチェーン周りの,あの団体が、まあ、そういうあのどういうものが、まあ、あのセーフティーでどういう指針にもあ基づいてやあの NFT っていうのを作っていった方がいいかという指針はそういう団体こそが作るべきだというふうにあの今は認識しております。ただそういう団体もその当時はそこまであの、えー、稼働してなかったので我々としては金融庁に確認しに行きましたという流れです。そそして、えー、そこで、えー、と NFT は まあ、日本二号仮想通貨ではありませんよねただ、その NFT が二号仮想通貨ではないとはいええー、決済機能を有するものだとか、あとはその全然あの NFT 同士、NFT ってもともとノンファンジブルトークンっていう通りあり、一つ一つ違うものなので、非代替性ですよねっていうところがあるので、代替性のある、つまり区別のつかないものっていうのを大量に発行するっていうのは、 もうすでに NFT じゃないからそういうものはちょっと避けてほしいですねって指摘されたりだとかあともう一つ結構興味深いところっていうともともとのマイクリプトヒーローズってオフあのゲーム内通貨っていうのを、まあ、普通のゲームと同じように設けようと思ったんですけど E 座ーー決済で購入するオフチェーンのゲーム内通貨については前払い式決済手段にも当たりませんよっていう見解をあのいただいたというところは結構特殊ですね。 あの普通のソーシャルゲームとかだと、えー、1万円で1万ジュエルとか、あーユーザーに渡すと、前払い式決済手段に該当し、そのサービスを閉じる際には、返金義務が存在するんですけれども、まあ、それがあの資金決済法における前払い式決済手段になるんですが、まあ、少なくとも今、現時点の,あの判断としては、e ーサー決済のオフチェーンゲーム内通貨は、前払い式決済手段に当たりませんよという見解をいただいておりますというのが結構特殊ですね。 はいでえっと、そういったその、えっと、当局の,あの、まあ、確認を経た上で2018年6月21日にマイクリプトヒーローズのプレスリリースを出させていただいたという流れになります。はい、なので、えっと、ノウハウとしては企画書時点でリーガル確認が必要ですよというのがあのポイントとなります。なるべく企画書を詰め切らないうちに一旦軽くジャブ打ち程度に弁護士確認をした方がいいかと思われます。 ただ、あとで指摘されても、企画書をもむコストっていうのがあ無駄になってしまうので、つどつど確認された方がいいのかなというふうに考えております。もしくは、ちょっと宣伝になっちゃいますけど、NFT、弊社のような NFT プラスみたいな、すでに運用権限になるところに頼った方が、コストとしては結果的に安くなると思っております。はい。で、続いて、えっと、 まあ、マイクリットヒーローズ、まあ、プレスリーズ出させていただいて、えっと、2018年9月21日が10月1日まででヒーロー NFT のプレセールっていうのを行いましたで、えっと、結果的にその売上高としては6あのその当時で694円差の売上になりましたで、えー、販売するときにはあのイーサリアム上のスマートコントラクトで えー、在庫連動型ダッチオークションという方式で販売したんですけれども、それどういう方式だったかというと、えまずあの販売価格というのは時間とともに価格は落ちていきますと、ただしえ誰かが購入したら、えー、在庫数に応じて価格が上がる、あの在庫数多いときはあの1%ぐらいしかまあ上がらないんですけど、在庫数が少なくなるにつれて、どん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 その、 上上がががり幅が上がるみたいいな方式を取っていましたで今で言、えー、うとユニスワップとかで AMM いわゆるオートメティッドマーケットメーカーっていうのがあという言葉が有名になったと思うんですけど、まあ、ある意味で言うとあのマイクリーの,のプレセールも AMM だったのかなっていうふうに考えておりますでえっ、ー、とまあその NFT をあのイーサニアム等で直売する場合は あのここの販売方式っていうのがあのビジネス的には超重要です。超重要です。あのどういうあの販売方式を選ぶかによって、えっと、ビジネス的なあの成功角度としては非常に変わるというふうに考えております。これ本当に非常にポイントです。えーまあ、そこにも書いてある通り根付けはもちろんすごく大事なんですけど、まあ、盛り上げ、まああの、コミュニティの盛り上げも必要なんですよね。でその販売開始時刻 および買い占め防止で、えっと、いつもユーザーがいるわけじゃないんで AMM 的にあの非同期で価格が決定されるような方式っていうのを考えるのがいいでしょうという形になります。でえっと、右上の方にあのソードとプレセール当時のナイチンゲールという、まあ、ヒーローがいたんですけどその NFT の,の販売グラフっていうのを出してるんですけど初期0.1差ーーで販売してたんですが あの在庫連動型ダッチオークションによってどん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 ん価格が上がっていってラスト1体買う人は5位差でまあ購入されたみたいな形になっております。まあ、そ,その時点である意味で言うとあのナイチンゲールの,あの価値っていうのは50倍に膨らんでいるっていうので、えー、まあそのえっと価格の上がり方を見てあの買うユーザーさんもいたので、まあ、こういう盛り上げっていうのは非常に重要になるのかなっていうふうに思っております。ちなみにですね、この在庫連動型ダッチオークションっていうのはじゃあ あこの価格が自動的に上がっていく仕組み、上がっているから結構価値が高いよね、まあ、価値が高いからこそ誰かが買うっていう仕組みを助長しているのかっていうと、まあ、そういう面も一部あるかもしれないんですけど、NFT の販売において最も気をつけなければいけないのは買い占め防止だとあの私あの、自分的には思っております。NFT って、まあ、先ほどもあった通り、大量に売るものじゃないですよねみたいな。 認識まあるので、まあ、例えばこのナイチンゲルドも100体だったりするんですけどある程度限定品的な販売になるまあそれはその NFT の要件自体が対応にこう用意するとそれって NFT 要件としてどうかみたいな指摘もあったりもするので結果的にえと在庫数っていうのが有限なというか、まあ、ある程度限られたものになるのかなと思っていてまあ在庫数が有限だからまあ価値が上がるっていうとはあるんですけどそれがこうんだろういくらでも買えるみたいな 仕組みになってると転売屋の人が何だろう同じ価格で買えるんだとしたら転売屋の人が大量に買ってそれで、えっと、NFT なんで、まあ、取引できるので転売するっていう風な未来しか見えないんですよ。だからこそ全世界に対して、えっと、全世界だと起きてる時間,時間も違うので時刻もあの稼働する時刻もバラバラだということを考慮すると。 あの平等にえっと購入する機会をあの与える、で、転売屋が一気にあの買うと価格がどんどん上がっていくから割に合わなくなるみたいな経済合理性に基づいた転売防止策としても在庫連動型ダッチオークションみたいなものは働いていて、えー、この買い占め防止っていうところにの観点というのは非常に重要です見落とし。見落としがちとか見落とさないとは思うんですが、まあ、非常に重要だと思っています。例えばあの えっと、最近でいうと NBA トップショットとかで、えっと、すごくこうなんだろうな買えるようになるまで待,待つみたいな仕組みあるじゃないですかコインリストとかでも,あの、えっとえー、もう最近こうなんだろうあなた何番目、ま、何番待ちですよみたいな感じでこうなんだろう待たないと買えないみたいな仕組みはあるんですけどあれも結局う次々と買えちゃうとあのなんだろうな、えー 売り切れ方式というか、転売屋が買い占めちゃうというものがあるので、ああいう仕組みを作ることで転売防止をしていると思うんですよ。ある意味、ある観点でいうと。で、そういうのはあの必ず用意した方がいいですよというのが、僕的な考え方です。はい、続いて。で、えっと、プレセール月、2018年9月21日だったんですが。 オープンシーにもあの、まあ、今や、ね、有名になったんですけど、まあ、その当時はまだあの知る人ぞ知る NFT 取引所であったオープンシーだったんですけど2018年9月22日にプレセール翌日にマイクリプトヒーローズの,の,の NFT っていうのが、まあ、オープンシーに登場していたという形になっています。これの事前にそのオープンシーで、まあ、そのマイクリの NFT 取り扱ってくださいよみたいなネゴとか全く一切なくあの、まあ えー、マ,イクリがマイクリの NFT がオープンシーンに登場したっていうところで、まあ、これぞあのブロックチェーンのエコシステムだなっていうふうに感じたところがまあ,あります。NFT という、えー、共通仕様に基づいてコンテンツを作る人がいたり取引所を作る人がいたりあのそれ以外の NFT プラスディファイみたいなことをまあ最近だとやってる人いるんですけど、まあ、やる人がいたりそれってなんていうか NFT というただただ共通仕様っていうのに基づいてやれば あ何でもできるとよっていうブロックチェーンのエコシステムをなせる技でその自分たち一人でそういう取引所とかまあ活用先とかっていうのを考えなくてもあの勝手にエコシステムというのが稼働してるっていうところが非常に面白いなって感じた事例です。でなおかつうもう一つあったんですがあのまあ予想以上に えとプレセールっていうのがあ、まあ、盛り上がっていたので、えー、DJT としても、まあ、プレセール第2期もともと実は企画,あの企画はしてたんですよ計画はしてたんですけどちょっと事前発表はなかったんですよねあんまりこう第1期第2期とかあの言い過ぎても第1期の売れ行きがどうなるかわからないのに第2期って言ってもなみたいなところもあったので計画はしてたんですけど発表してなかったんですよ でただなんていうか、まあ、予想以上に盛り上がったんでプレセール第2期って予定通り行くって思ったんですが事前発表してなかったものに対して後追いでなんていうか第2期もやるんですよっていうことに対するそのコミュニティののんていうかな信頼感とかっていうのはどうなんだろうみたいな話があったのでツイッター上で。あの アンケートを取ったんですよね第2期ってやりたい、やろうかなと思ってたんですけど、やりますやっていいですかみたいなアンケートを取って、えっと、過半数の人はやっていいようだったんですよ。ただ3割ぐらいの人が、いや、やっちゃいけないでしょみたいな話があったので、その3割の人の反対票を重く見て、えー、事前発表してなかったっていうのもあって、ユーザーアンケートを受けて中止にしました、第2期の,あの販売自体は。 でえっと、ここで言えることは、まあ、そういうのもあって、まあ、そういうその、なんだろう、ユーザーとの,あのコミュニケーションの積み重ねによって信頼されていったっていうところもあるので、えっと、事前発表のないものっていうのは、結構慎重に、えーまあ、リリースしていた方がいいっていうのと、迷ったらユーザーに聞いた方がいいですよっていうところが、の NFT の運用のほとしてあるのかなっていうふうに感じています。はい でえっとまあ、9月21日に始まったプレセールなんですけど、まあ、プレセールと時期を待たずしてバトルベータっていうのを開始しました2018年9月25日から11月2日までバトルベータっていうのを開催しておりましたあの本番のゲームはまだ始まってないんですが、まあ、あプレセールで入手したヒーローを使ってバトルできますよで大会も開きますよっていうのをもう開催しておりました でえー、システムとしては ERC721 の NFT はイーサリアム上でそしてゲームロジックは、まあ、その当時盛り上がっていたルームネットワークというあのイーサリアムとプラズマ接続する EVM 互換のブロックチェーンがあったんですけどそのルームネットワークっていうのを使ってゲームロジックを動かすというような形で、えー、バトルベータを開催しておりましたで、えー、と参加者はまあ1000名でバトルとしては5万回以上 でえっと、海外比率はあのそこにこ、えっと、Google アナリティクスの結果をちょっと表示載っけてるんですけど海外比率50%以上だったんですね。あので、まあ、こういう事例も分かるとおりブロックチェーンとかまあ、ですごくなんか別にあのなんかプロモーションとかしたわけじゃないんですよもうあのただ,ただ、えっと、ブロックチェーン、まあ、イーサリアム上に NFT を出すとあの世界の人から注目されて、えー まあ世界といっても、う普段だと北米含んだらグローバルとか言ってたりするパターンもあったりするんですけど、ゲームとかだと。そうじゃなくて、本当に何だろう北米、南米、ヨーロッパからアフリカまでま、アジアは当然のことながらみたいな感じで、幅広いユーザーにアクセスされたというところで、その NFT のグローバルな集客ポテンシャルというのは非常に高いなというふうに考えております。ただですね、ただ、 あのゲームロジックをそのルームネットワークという EVM 上で動かしてたんですがなのでそのゲームロジックっていうのをすべていわゆるそのソリティで記述してたんですよ。あのなんですけど、えー、いかになんていうかそのイーサリアム以外の,あのブロックチェーンでこうその、まあ、トランザクションを分散して,していたからとてなかなか重かったと。 大会とかだとラスト2時間というのはトランザクション詰まりでとてもじゃないがゲームできる、まあ、サービスできるレベルではないなというふうになりました。で、えっと、そこにその左上にも書いてた通りあのりこの資料はなんかハイコンというその、えっと、会議でもまあ発表させていただいたんですけど無理やりルームネットワークをシャーディング化までしたんですよ3日ぐらいでやったんですけどシャーディング化対応シャーディング対応してまで 分散化したんですけど、それでもクロスシャード問題がどうしても出てしまって、えー、まあなかなか EVM だけでやるのは難しいというふうな結論になりました、あの1回チャレンジした上で。で、結果的にその、えー、まあ落ち着いたのが、まあ、今でもそれがそういうパターンでいいんじゃないかというふうに思ってますが、最も大事な NFT 情報以外は、あなるべくオフチェーン利用っていうのを念頭に置いてもいいんじゃないかと。事実上なかなか なんかそのゲームロジックを全て動かすというのはいかにシャーディングとかが発達した未来においてもちょっとね考えにくいなと思っていて、えーまあ、NFT というデータおよび一部のデータというのはそのシャーディングとか発達してきたらあブロックチェーンに持っていってもいいと思うんですけど全てブロックチェーンというのはちょっとあのよっぽどね簡単なゲームだったら別にしてあの難しいと思っているので。 まあそこら辺を何をブロックチェーンに残して何をオフチェーンで処理するかっていうのはちゃんと考えた上で設計した方がまあいいと思いますっていうところの結論になります。まあ、あ NFT データっていうのは確実にまあブロックチェーン上に載っけるということになるんですけど、まあ、それ以外はまあちゃんと検討した上でえっとやられた方がまあいいかなというふうには思っております。で、いよ,いよいよいよ本リリースを迎えました。2018年11月30日に ゲームロジックもオフチェーン化した上で本リリースを行いました。で、えーまあ、NFT はイーサリアムのっけたままなので、NFT のエコシステムっていうのは維持しながらも、ゲームロジックはサクサク動くみたいなあ形になりました。で、えっ、ー、と、まあ、初動もそれなりに、あのー、悪くなかったので、 年末年始にテレビ CM を打ちました。まあ、ブロックチェーンゲームで初のテレビ CM を、初二回、まあ、初のテレビ CM の事例になったと。まあ、で、ユーザーも増えましたと。で、オフチェーンなので、非常にサクサク動くので、まあ、先ほどの,あの在庫連動型ダッチオークションっていうのも、オフチェーンの中でやってたんですけど、ヒーロー販売は連打線と言われるぐらいの争奪戦になりました。まあ、そこのグラフにあるんですけど、もう本当にあの、 えー、販売初動がもう垂直立ち上がりぐらい価格がどんどん上がっていくような感じなので、まあ、安く買いたければなんか連打だみたいな感じで連打線っていわれるようになったんですけど、まあ、そういう事例もそういうこともあって、まあ、少なくとも DJT の,の社員は開始30分で買っちゃダメだよねみたいなルール独自ルールが敷かれることになりました。 でこれはあのおそらく NFT のどの運用が始まってもそうなると思うんですけど NFT ならではの自社ルールっていうのが、まあ、必要になってくると思います。えー、と例えば、まあ、この連打線だけをこう今事例に挙げてるんですけど、まあ、ゲームで言うと例えばある程度次に出す、まあ、大会のレギュレーションがどうなるとか あ装備品新しいのどう,どういうのが出てくるっていう、まあ、そのゲームとしての計画っていうのを、まあ、プランナーは知ってるわけじゃないですかそうするとある程度あのヒーローの価値の増減っていうのが、まあ、知ってるだけに分かるというかとかっていうのがあるので、まあ、ある意味で言うとななんていうのかなインサイダー情報に近い。 えー、ことを知っている状態になるっていうのもあるのであの NFT のお、まあ、取引とかについてもある程度そのインサイダー情報で得するようなそういう売買とかっていうのはあんまりあのよくよろしくないよねっていうところでそういうのも含めて自社ルールっていうのをこう整備していますと。でこれってなんかあの多分あの何,何から何までが そのインサイダー情報だみたいなことを汎用的に多分決めれないと思うんですよねそのゲームのことまで含めて協会が主導したとしてもなのでここら辺は本当に、えー、コンテンツを運用していく会社の方がちゃんとあのまあなんていうかちゃんとこう規律を守って自社ルールっていうのを決めていくっていう必要性があるのかなっていうふうに思っております。 はい、でここでちょっとマイクリの NFT の種類について、えっとまあ、共有させていただきます。マイクリの NFT は先ほどあった通りヒーローという NFT の種類もあるんですけど他にエクステンションとかラ,ランドと呼われる NFT も存在します。NFT、まあ、マイクリは3種類でやらせていただいているんですけど、えー、ヒーローというのは、まあ、入手方法が、まあ、購入するかトレードで入手するか。 で、用途としてはその3人1組の編成用で、まあまあ、マイクリーっていうのはバトルするようなゲームでもあるんですけど、まあ3人1組の編成用で、クエストや PVP で戦うみたいな形になっております。エクステンションっていうのは、入手方法は購入で入手できません。あくまでもプレイ報酬としてエクステンション、まあ、装備品っていうのを入手できます。もしくはトレードで入手ですね。で、各ヒーローに2つまで装備できて、装備できる装備品です。で、えっと、ランドっていうのは、 これまた運営,運営から購入できるものです。で用途としては、あまあえー、とマイクルの中ではそのな9つに国が分かれてるんですけどあの、ランドをたくさん持ってる人っていうのが、まあ、各国の,あのキングとなって、えっと、その、えー、国の方向性っていうのを司っていくみたいなゲームになってたので、まあ、そういうものに使いますと。でえーまあ、この辺り まあこれはあのブロックチェーンゲームの運営的にっていう意味ではあるんですけど販売する NFT と販売しない NFT っていうのをちゃんと使い分けることによってえブロックチェーンゲームというのを盛り上げるようなあの仕組みになっているまあそ,ういうしそういうのがやりやすいんじゃないかなっていうふうに思っておりますでそれぞれに NFT それぞれの NFT に違うユーティリティ性を持たせるっていうのがまあ重要になってくるかなって思っていてえ さまざまなこういう種類の NFT があることによって、そのブロックチェーンゲームっていうのが、まあ、持続的にその盛り上がるっていうところがあるので、この NFT の設計っていうのが、ブロックチェーンゲームにおいては非常に肝になってくるというふうに思っています。もう NFT 設計っていうのをとちると、本当に結構つらいっていうのは、あのゲームをいくつか設計してきて、本当にそう思います。はい。で その NFT を中心、そのさっき言った 3, 3種類の NFT を中心にして、なおかつそれをくるむようなエコシステムっていうのを考えて、えー、提供していく、これがブロックチェーンゲームのお仕組みになります。で、今日この場ではそんなに詳しくは説明しないんですけど、まあ、そこにこう記載されているようなあエコシステム、エコシステムズっていうのを用意して、えー、そのゲーム内でもエコシステムっていうのがうまく回っていくように。あの 作っていくっていくうのが非常にに重要になるという形になってます。でこのエコシステムっていうのが既存のゲームと違うところは言うても結構その MMORPG とかだとあの非常にこうゲームの中だけで経済圏っていうのがあ非常にこう築かれてるようなあの仕組みがあったりするんですけどやっぱりブロックチェーンっていうのはそのゲームの中に閉じずに外部にもエコシステムっていうのがあるという前提で。 ゲーム内およびゲーム外含めたエコシステム設計っていうのをするっていうのがブロックチェーンだしわざわざブロックチェーンを使っているっていうところに意味付けできるというものになる,なると思ってます。なので、えー、ゲーム外含めた包括的なエコシステム設計っていうのが非常に重要になってくるでしょう。これがあのブロックチェーンゲームわざわざあのブロックチェーンというのを使う NFT というのを使うあのゲームのエコシステムになるというふうに考えております。 でえっと、マイクリのユーザーのペルソナというところで、えっと、マイクリユーザーにはいくつかあのロールというかあのやりたいことが違うユーザーというのがあの混じっていますと。で、大、まあ、別して4種類あのこの4種類がすごくばっと分かれているかというと何、えっと、ていうか30%はこういうペルソナで40%はこういうペルソナでみたいな感じでその1人のユーザーでも何ていうか混じり気のあるような。 ものではあるんですけど、あの対別して、どういうその行動形態、まあ、ペルソナっていうのが存在するかっていうと、あのマイクリでいうと死の交渉みたいなペルソナっていうのが存在しました。で死っていうのがどういうものかというと、まあ、いわゆるバトル、バトルがバトルで勝つことっていうのを目的としたまあユーザー、まあ、これはゲーム内の目的に一番ある意味で言うと合致しているようなユーザーではあるんですけど、 のバトルで、えっと、勝利し、えー、商品も得るし、名声も得るし、みたいなあのが死というペルソナになります。で、ノーというペルソナは、えー、ゲーム内にクエストっていう、その、えー、PVP じゃなくて、相手が、あの運営が用意した敵っていうのが存在して、なんていうか、誰か、他のこうユーザーのこう、えー、チームを倒すっていうんじゃなくて、 敵を倒すって感じですね。敵を倒して、えそれによって経験値を得たり、でエクステンション NFT を得たりですることができるので、まあ、いわゆる一人用プレイじゃないですけど、まあ、その一人用プレイをすることによって、えっと、ちょっとずつその NFT の価値を上げていくっていうようなあーユーザーもいました。これはノーですね。で、えー、こう、えー。マイクリだとあのヒーローの 絵っていうのをユーザーが独自に書いて、えー、それに変あの変更することができるっていう仕組みがあったんですけど、そのヒーローの絵を描く人っていうのも存在しました。ヒーローアートですね。ヒーローハートを作成して、のヒーローアート自体もあの購入できたりするので、まヒーローアート自体を販売したりでえっ、ー、とまあそれ自体にいいね。 できたりする機能もあったりするので、名声を得るというところにこう楽しみを見いだす人、こうというショーンがいましたで。最後にショー。まあ、これは本当に非常に分かりやすくて、ヒーローやエクステンションを安く買って高く売る。まあ、そういう,こう商人のペルソナを持つユーザーもいました。でそういうその死の交渉というペルソナが存在することによって、えーまあ、流動性が生まれているというふうな もののがマイクリのエコシステムになりますこれ何を言ってるかっていうとあのこうどんなエコシステムでも1つの目的あのにだけが存在するようなあのエコシステムって理論上の最適解が存在しちゃうんですよねどういうふうになってもあの最適解が存在してしまうのであの硬直化してしまうんですよ動きが一緒になっちゃうんで。 でえっと、一つ目的っていうのは最適解が存在するんですがとはいえさまざまな目的が入り乱れるようなエコシステムっていうのは最適解がユーザーによって違うんですよそこに、えー、価値の差エネルギーの差っていうのが生まれてその価値観の違いによって、えー、売買されるあの取引されるみたいなのが流動性の本質だと思ってますなので さまざまな目的っていうのを用意することがそのブロックチェーンゲームにおける流動性を生む詰まるところはエコシステムを回すみたいなことにつながっていくのかなっていうふうに考えております。で特にその中でもあの商人っていう、えーまあ、ペルソナの存在っていうのは内外のエコシステムまあ言うてみればアービトラージと言えるかもしれないですけどまあそういうなんていうかこう 内外のエコシステムをつなぐ存在の商人っていうのは結構割とキーになる存在でもあったりするので、えー、重要なのかなっていうふうに考えております。というわけで複数のペルソナをあのエコシステムの中に織り込んでいくことによって流動性を生むっていうのがあのブロックチェーンゲームのエコシステム気築く上で非常に重要かなっていうふうに考えております。 でえっと、マイクエリーの中ではあのユーザードリブンマーケティングというところであの、えー、自分が紹介したユーザーがあー課金をしたらその中の、えー、ある一定割合が自分の中に、えー、振り込まれるというかリベニューシェアされるみたいな仕組みを実は用意していましたと。でえーまあ、それぞれのこう中身については。まああの 説明ははしょりますけど、あの普通、リベニューシェアみたいな仕組みをあの既存のえっとブロックチェーン以外の仕組みで実現しようとしても、そのリベニューシェアっていうのをどう配るのかみたいな話がまあ,あったりするじゃないですか。まあ、ある意味で言うと、例えばえっとポイントで配る、じゃあそのポイントどこで使えるのみたいな話とか、じゃあ円で払いますって,っても銀行口座入力してくださいってそんな七面倒くさいことやらないといけない。のに対してブロックチェーンだとあの 単純にスマートコントラクト内でイーサー分岐すりゃ済むんで、あのリベニューシェアをあの配布するっていうのも簡単なんですよね。これがのブロックチェーンの良さでもあるので。で、なので、まあ、スマートコントラクト内,コントラクト内でイーサーを分岐して、えっと、リベニューシェアで、えっと、ユーザーを獲得していってもらうっていう仕組みを、まあ、作っていましたと、まあ。そうすることによって、えー、過度に そのわざわざ広告みたいなものを打たなくてもあのある一定ユーザーに返すことによってえっとリファの報酬によってあのユーザーがまあ自動的にというか勝手にというかあの自分の友達というのを紹介していくみたいな流れがまあできると。でどうせあのまあ、一般的なビジネスでもそうだと思うんですけど売り上げの、えー 決め打ちで売り上げの何パーセントかをプロモーションに回すみたいなものがあると思うんですけどそのプロモーションに回す予定だったパーセンテージっていうのをユーザーに還元すりゃいいっていう話なんですよね。そうすることであの、まあ、なんかどうせ使う予定だった広告費っていうのをユーザーに還元することによってユーザーも嬉しいし、えー、なんていうかあの、まあ、それによってこうさらに盛り上がるっていうところがあるので、まあ、変な話。あの 無駄に外部に広告費を払う必要がないというところが結構ポイントになってくるかなというふうに考えております。まあ、そういう設計もあると。もちろんその外部にあのお願いした方があの効率がいいこともあると思うんですけど、ブロックチェーンだとまあこういうやり方によって、えっとまあ、ユ,ーそのユーザーのボスを増やしていくということもできますよという事例でした。はい、で、えっと、マイクリなんですけど、まあ、そういうあのエコシステム。 があったので2018年の11月30日にリリースした後もうすぐう、まあ、5か月ぐらいですね2019年4月28日にユーザーが主導してお台場で映画館を借り切ってパブリックビューイングみたいなことが行われましたそれぐらい、えっと、マイクリのユーザーっていうのは熱狂的でしたとでこれって何でそうなるかっていうと あのユーザーはまあえーマイクリを遊ぶために NFT を入手しておりますけどその NFT の価値が上がった方がやっぱりまあ,ある意味で言うとユーザーにとっても利になるというところはまあ,あったりするので NFT の価値を上げるためゲームの価値をい上げるために一緒になって盛り上げていこうというムーブメントが起きたという形になります。 もちろんその別にあの高く売,る売り抜けるためにっていう、まあ、人もまあいるとは思うんですけど、まあ、それ以上に、まあ、そういうふうにこう熱狂して取り組んでいくっていうのが面白いよねっていうところがあって、えー、いずれにしてもその,の,その,のめり込んでいくというかそういうような仕組みっていうのがエコシステムの中には内包されているのかなっていうふうに思いますこれってなんかあの今そのブロックチェーンの ディファイとかにの,りのめり込んでる人とも結構似てるんですよね。なんかそこにのめり込むで、どんどん理解していく、そして自分でもやってみるみたいなムーブメント、そういうのに結構つながりやすいのがブロックチェーンなのかなというふうに思っていて、まあ、NFT もまさにそうでしたっていう感じです。NFT を介してユーザーがあーステークホルダーの一部になると、運営だけじゃなくてユーザーも一心同体のステークホルダーになるというところが、 NFT が持つポテンシャルなのかなというふうに考えております。まあ、これもでもエコシステムをちゃんと設計しないとそうならないですけどね。ちゃんと設計したりすればあの一心同体になれますよという感じです。はい。で、えっと、他に面白いところとしてはあの2019年の8月29日に、えっとマイクリプトヒーローズとクリプトスペルズっていうまた別のブロックチェーンゲームで NFT NFT をコンバートしようというようなマーケティング的試みがあの開始されました。えー、これはあのスマートコントラクトを介して、えっと、マイクリの NFT っていうのをそのスマートコントラクトにロックすればあのクリプトスペルズの NFT があの出てくるっていうか交換できるのかな、アンロックされると。で、またそのあのクリスペの NFT をそのスマートコントラクトにロックすればもともと持ってたマイクリの NFT がまたアンロックされるみたいな感じで。 そのスマートコントラクトを介して NFT をこう交換するみたいな仕組みです、ね、があ開始されました。これどういうふうな効果があるかというと、まずマイクリプトヒーローズのもともとの NFT については、もともとマイクリの中でしか使えなかったヒーロー NFT というのが、えー、クリプトスペルズの中でも使えるようなるようなものなんですよ、コンバートして。なので、NFT 自体のユーティリティ性が増えているので、 このヒーローの NFT の価値は上がりますそのい。その使いどころが増えるからですね。使いどころが増えるからマイクリの NFT の価値が上がります。一方で、クリプトスペルズ側もそういうその、えー、と購入でしか手に入らないような NFT を持っているユーザー、もある意味で言うとビジネス的に言うと非常に有料なユーザーじゃないですか。そのユーザーっていうのを呼び込めるので、コンバート して呼び込んででくるるいうののはががあるので、えー、理がありますそうするとどうなるかっていうと、マイクリの運営としてもマイクリの NFT の価値が上がった。でクリプトスペルズ側としてもその有料なユーザーを呼び込めた。そしてユーザーとしても NFT の価値が上がって嬉しいみたいな3社,両あの3社とも得になるっていうところで NFT を介した相互マーケティングっていうのは非常にうまくいくという感じになります。これ結構だろうな今までにない えーとマーケティングはい。で、まあそういうのが、まあ、うまくい,あのいきそうだっていうところもあってあの2020年10月23日に、えー、ここに書かれてある4社ダブルジャンプとクリプトゲーム、あクリプトスペルズを出してたクリプトゲームさん、あとフィナンシーさんのスマートアプリさんで、えー、とメタでの、えー、NFT を相互利用するためのワーク 枠組みっていうのをもうちょっと共通化していきましょうと。ちょっとコンバートとかやったんですけど、やっぱ NFT 自体は共通仕様として、まあ、あったりするんですけど、NFT の中身のデータ、メタデータっていうんですけど、中身のデータっていうのはなかなかまだ共通化しきれてませんよね。もうちょっとそれって共通化できませんかみたいな話で、えー、そのための、えー、枠組みとして、えー、とオクトパスっていうのを立ち上げました。まあ、これは、ね、NFT の相互利用性を活発化させるためのあの。 共通仕様なんですけど立ち上げてただまあなんかその4社で立ち上げたもののそういうのをこう会社で持ってるっていうのはあんまりえと標準仕様としては良くないだろうなっていうところでこれは現在はブロックチェーンコンテンツ協会に BCA に移管して推進しているという形になりますただまあこれはまだ始まったばかりで、えー、その相互利用性っていうのがまだ高まっているとは言えない状況なので NFT 相互利用っていうのは あのもうちょっとさまざまな団体があ、まあ、会社も含めて入ってきた上で足並み揃えて、えー、推進していくべきなんじゃないかなというふうに考えております。はい、で、マイクリとしてはあの新たな挑戦をしております。2020年11月9日ですね MCHC という えー、プレイ報酬によって得られる非販売のガバナンストークン ERC20 なんですけどマイクリコインということで MCHC というのを配布開始しました。で、えー、そこの絵にも載ってある通りまり、あ、配布ルールもあのちょっとゲームらしくゲームのディフィカルティによって、えー、と配布量っていうのは決まっていくみたいなところがあったりするんですけど、まあ、その MCHC っていうのをゲーム内で、えー、と配っていくっていうのを のを開始しましまたでこのガバナンストークンっていうのはどういうふうに使われてるかっていうと、えー、先月ですね MCHC の投票によって初めてユーザーからプロデューサーが誕生しましたとまあある意味で言うとゲームのプロデューサーなんてゲームにおいては最も大事なガバナンスだと思うんですけどそういうのを MCHC の投票で決められたっていうところで、えっと、非常にこうガバナンストークンとしてうまく、うん なんだろうな他にも事例ないぐらいうまくあの活用されてるんじゃないかなっていうふうに感じておりますただまあそのえっと MCHC の活用拡大のため活用をより効率よく拡大するためにはそのなかなか日本のリーガルの枠内だとリーガルというか日本のさまざまなあの枠内だと えと難しいかなっていうふうなも,ものがあって MCH 社っていうのを作ってそこにこうマイクリをまあ分離していったっていう経緯もあります。ということでそのブロックチェーンゲームってガバナンストークンとめっちゃくちゃ相性がまあいいと思うんですがあ、まあ、それを有効活用するためにはさまざまなあ枠内というか言ってしまう規制みたいなところっていう規制というか、まあ、会計上の問題とかもあったりするので、まあ、課題もあるので。 えよし悪しだというのはまあ,ありますとうまくうまく活用できるんだったら活用できればいいなというふうな感じだと思っておりますで、えっと、その後二2021年3月25日面白いことがまあ起きましたマイクリとかブリヒロユーザーにダリブルっていうそのオープンシーに次いで世界第2位今でも第2位なのかな NFT 取引所があるんですけど えそこからそのダリブルの,あのガバナンストークンであるレイっていうのがえマイクリブルヒロユーザーにあの配布されました、えー、もちろんダののリブル的にもまあそのオープンシーンに追い,追いつけ追い越せみたいな感じなんでまあその NFT の取引っていうのを扱ってもらうためにラリーを配りまくるみたいなところがあったんですけどまあユーザーにとっては嬉しいですよね NFT を持ってるだけでえっと給付金が得られるみたいなところで NFT の所持ユーザーになんと総額7500万円相当のラリーが配布されたんですよね。あのまあ、その当時のその当時よりも高くなってるのかなその当時のえっと時価でいうと,、えっと100万円以上のに相当するラリーをもらった人も何人もいたような状況でした。でこれはもうラリブル側も NFT をまあこういうその 今現時点でこういう NFT を持っているユーザーというのはもともと購入意欲もあるし NFT について理解しているユーザーなのでめちゃくちゃ有料ユーザーなんですよね。なのでまあそういうユーザーにマーケーを直接できるという利点もあるので当然7500万した、まあ、その配ったんですけどそれに見合うだけの,あのマーケティング効果があったのかなというふうには思っています。まあ、そういうふうにこうエアドルによる直接マーケティングというのがある世界というのがあまあブロックチェーンゲーム 的なものであり NFT という世界になるのかなというふうに思っております。はい。で、えー、とはいえ一方一方ですね、イーサリアムっていうののガス代っていうのが2020年夏頃からすごく高まっていきましたと。あの本当にあの NFT を譲渡するだけで何千円かかるみたいなそういう世界になってしまいました。まあこれあの、えー、ディファイの影響もあったと思うんですけど。 でそのイーザリアムのガス代高騰に対して、もともとオフチェーンでも NFT が取り扱えるみたいな、まあ、仕組みを用意していたので、なるべくイーザリアム上に NFT を出さずに、マイクリのゲーム内だけで、その NFT をやり取りするみたいなユーザーも多かったんですけど、まあ、それだとさすがに、内部のエコシステム、マイクリ内部のエコシステムもあるんですが、外部含んだエコシステムっていうブロックチェーンゲームの面白みっていうのは、なかなか欠けてしまうみたいなところが、まあ、ありましたと。 なので、えー、イーサリアム以外のブロックチェーンにも対応するっていうことをもうあの最近はやり始めております。えーまあ、ダブルジャンプとして今結構、まあ、肩入れしているというか取り組んでいるのはポリゴンですね。えー、ポリゴンに、えーまあ、NFT っていうのを連携する、まあ、ブリッジするみたいな機能っていうのをこう用意しておりますとで、えっと。ただまあ別に今ポリゴン 3 2っていうところはまああったりするんですけどどん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 その広がりっていうのは広がっていくと思うんですよね、えー、なのでまあその NFT っていうのはイーサリアムからまあ大きくは始まっているんですけどどんどんマルチチェーンになっていくような時代になってきているのかなっていうふうに感じております、えー、NFT のコンテンツに応じてどのブロックチェーンを選ぶべきかっていうのは慎重に決めた方がいい いいとは思いますイーサリアムだとどういう利点があってポリゴンだとどういう利点というかどういうユーザーが入れていた方がいいですかねあのブロックチェーンごとにユーザーの毛色が若干違うんですよねなんとなくわかる人わかると思うんですけどイーサリアムユーザー,ユー,ザーとポリゴンにいるユーザーとあのバイナンススマートチェーンにいるユーザーとか全然違うんでフローにいるユーザーとか全然違うんでそのゲーと NFT を扱うコ コンテンツの質によっても違うし、えー、国によっても違うし、あのっていうようないろんな選択肢が出てきているので、まあ、ここら辺もあのどういうのがいいのかっていうのは慎重に選んだ方がいいのかなっていうふうに思ってます。我々としてはいずれにしてもあのブロックチェーン間をブリッジするような仕組みっていうのを用意することによって、まあ、初めはこのブロックチェーンで出したけど、こっちのブロックチェーンで盛り上がっ からあっっち持っていこうみたいなことができやすいような仕組みというのは用意しておりますという感じです。で最後に宣伝です。えー、マイクリプトサラガというのをもうすぐ出します。DJT の新作ゲームです。DJT があ内製で作っているゲームでもうすぐリリースしますよ。ポリゴン上にエコシステムを構築するものになります。あまあ、基本的に結構あのポリゴン、ポリゴンの上で動く NFT というようなイメージですね。もちろんイーサリリムにもあのブリッジはできるんですけど。 基本ポリゴンの上で動かそうっていうようなものになります。で、今回はその NFT を直販する形ではなくて、プレイ方法として NFT がゲットできるような設計になっていて、プレイしながら自然に NFT っていうのが、に導か,導かれるような、NFT っていうのを理解していけるようなゲームになればいいなっていうふうには思っております。交互期待よろしくお願いしますっていうことでした。以上です。で、ついでにちょっとアペンディックス。なんかその、勉強会ではいつもなんだろうな、 海外事例についても語ることがあるよって誰かに言われた気がしたんで、これは個人的にな話なんですけど、フローとポリゴンのエコシステム解釈っていうのを、これはねあくまでも僕の見立てで話していきます。これ完全にあの僕の見立てなんで、あっていうことがわかんないですけど、なんでフローとポリゴンが盛り上がっているのかっていう話ですね。アーペンディックス、これこっちのおまけです。まずあのフロー。 プロなんであんなに盛り上がってるのっていうのはあるんですけど、エコシステム観点から見た場合、需要と供給の差をうまく使ってるっていうのが言えます。まず、えー、と2020年の9月だか10月ぐらいにコインリストでフローをあの販売しましたと。で、ただこれ、アメリカ人には販売なんだろうな、な,なんかの規制なのかどうか分かんないですけど、アメリカ人 以外にに販売することになったんですよね。アメリカ人には販売できなかったできなかったのかしなかったのかあーのか,かんないですけど、アメリカ人以外に販売しましたっていうのがあって、でそこのコインリストで買ったあのフローっていうのは、1年間ロックされますと。1年間ロックされるんですが、ロックしたフローの何パーセントかを、月々変わっていくんですけど、月々配られる。で でえっと、実際にこう流動性になるというか取引可能なフローというのは少額もう本当にあのロックされたフローの中から本当少額フローが出てくるみたいな感じであの今流実際に流通しているフローというのはそのロックドフローの下のフローというところになります。でまあこれをこう月々入ってくるのであのみんなフローのことを揶揄してフロー所得って呼んでるんですけど。<laughs> あの コインリストで10万円分のフローを買った人は、毎月本当何十万円分ぐらいのフローというのが入ってきているっていう不思議な状態なんですけど、フロー所得というのを得られる状態になっていますね。それに対して、フローを使った、まあ、初めての大々的なコンテンツというところで NBA トップショットというのが出てきました。これは NBA なんで当然、アメリカ人に向けて、えーまあ、日本人も買ってますけど、あくまでもターゲットとしてはアメリカ人に向けた 需要を喚起しているものになりますで、この NBA トップショットっていうのはクレジットカードで、まあ、パックを購入して、開封したら NFT ができて、なんとこの NFT っていうのは、フローと、フローを使ってトレードすることができますそうするとどうなるかっていうと、まあ、アメリカ人がその、えっと、フローを欲しければ、パックでワンチャンいいのが出てきたら、いい額のフローとやり取りできるので、 最近はそのアメリカ人もフローを直接取引できる取引所というのが出てきたんですけど、まあ、なんていうか、これかでワンチャンパック開けてフローで取引したらなんかよくねみたいな感じで、えー、買ってるユーザーもいるということで、結果的にこれ狙ってんのか狙ってないのか、まあまあ、彼らは頭いいのを狙ってんのかもしれないですけど、需要と供給の地理的アンバランスさをこう演出して流動性っていうのを 駆動してていいるのかなという,ふうに考えていますこれがその NBA トップショットが盛り上がったエコシステム的な観点からの,反あのなんていうのかなあ見立てです。これがあくまでも僕の見立てなんでまずいわけかもしれないですけど。というのがあります。で、もう一つ最近ポリゴンがすごい、えー、価格がまあ上がってると思うんですけどなんであんなに上がってるかっていうとこれねあのポリゴン サイドのディファイの、ディファイの誘致にすごく成功したっていうのがあるんですよね。ディファイプロモーションがすごいんですよ。えー、例えばアーベっていうその、えー、仮想通貨の、えー、貸し出しサービスをしているところがあるんですけど、あのポリゴン上ですごい大キャンペーンをしてるんですよね。えっ、ー、と、今どうなってるかっていうと、えー アーベで、貸ししててててもも借りりマティック報酬をを配りますすよよっていうキャンンペーるんで,すよでどうなってるかっていうと、ちょっとここにあの、えー、書いてるんですけど、マティックを、えー、貸す、ディポジットするんですけど、アーベにマ,マティックを貸すと、普段はここに書いてある通り、預け入れって書いてるんですけど、2.22%、年間で2.22%のあ利益が得られますよってなってるんですけど、それにプラスアルファ5.84%分のマティックを配りますよってなってるんですよ。 行、ね、合計でだから7、8%か8%分ぐらいのあのマティックを得られますよっていう形になってるんですよ。でもそれよりすごいのは借りたとき、借りたとき6.57%って書いてますけど、これ借りたとき利息が6.57%年間で発生しますよって書いてるんですよこれ、これって。なのでまあ、あまあ、あ言うてみれば、あ借りると、うんまあ、借りたら6.57%発生するのはまあまあ、 アセスしますよって書いてるんですけど、それに対して借りてくれれば、えー、借りた額の10年間でいうと13.82%のマティックを配りますよってなってるんですよ。これ不思議じゃないですか。そうすると借りるとマティックが手に入るんですよ。で、えっ、ー、と、なんていうのかな。だから借りたもん勝ちになってるんですよね。で、しかも、うん、普通に考えると、 不思議なことが起きていて、これ、マティック貸すじゃないですか。マティックを預け入れます。そのマティックを担保としてマティックを借りれるんですよ。まあまあ、アーベってそういう仕組みなんで。そうすると、マティックを貸してマティックを借りるんですよ。そして借りたマティックをまた預け入れて、で、その分のマティックをまた借りるみたいなことができちゃうんですね。あの永遠にはできませんよ。あの貸した額の50%分までしか借りれないんで、永遠にはできないんですけど、そうすると、 貸して借りて、貸して借りて、貸して借りてみたいなのができちゃって、えー、そうすると、アーベの見た目上のディポジット額っていうのは異様に膨れ上がるんですよね。でなおかつう、貸しても借りてもマティックの報酬が得られるので、ユーザー的にはお得だってことでもう貸したり借りたりはしわくててるっていう、そういう変な事象が起きてます。でもう一つ、スシスワップですね。寿司スワップも 今って、その例えばマティック・イーサのペアにリキディティ、預けてリキディティマイニングすると,、えー、と、今ちょっと朝計算したら、えー、と預けた金額に対して1日で0.1%オーバーの、えー、寿司とマティックが入ってくるんですよね。そうすると、なんだろう、年間だと365かければ36.5%かあの。のあの 寿司とマティックが入ってくるみたいな状態になっていて、まあ、アーベも寿司スワップもマティック配ります、食ってますと。でこれどういうことかっていうと、まず、うアーベも寿司スワップも、イーサリアムで盛り上がったものの、マルチチェーン時代には、例えばなんていうか、ユニスワップに対して、ポリゴンだとクイックスワップとか、えー、BSC だとパンケーキスワップだとか、まあなんか、あのいろんなこう、その、 まあ、オープンソースである分、あの各チェーンには、いやじゃあ俺があのこのブロックチェーンだとなんとかスワップやりますみたいな,いうその、えーなんだ、プレイヤーがまあ出てきますと。なので、イーサリアムではアーベもスシスワップも有名だったけど、他のチェーンだと有名かどうか分かりませんよねっていう状態に追い込まれたのが、これらのディファイなんですよ。で、それに対して、えー、ポリゴンサイドは、 おそらく分かんないんですけど、マティック配ったんでしょうね。これマーケティングでばらまいてもいいんで、あなた方あなた方来てくださいと。で、アーベとかスシスワップが来て、おうお、なるほどと。じゃあ、マティックをばらまくキャンペーンすればいいのにっていう感じで来て、そうすると、アーベとかスシスワップみたいな、あのイーサリアム上でメジャーなこうえっ、ー、とディファイのプレイヤーっていうのがポリゴンに来て、ポリゴン上盛り上がって、で、ポリゴン そ,のそ,そういうその、えーとえー、ディファイでマティック配りまくってるからもうどんどん預けた方が得じゃんみたいな形になってユーザーもマティックを入手してまた預けるみたいな形になって、えー、とポリゴンの価格が上がるからポリゴンサイドマ、まあ、ティックの価格が上がるからポリゴンサイドはウハウハだしアーベもスシスワップもそんだけなんていうかディポジットされたらもう、えー、とポリゴン上での 地位も確保されるので、自分たちのディファイとしてのポジショニングとしてもあの確保されるので、アーベもスシスワップもうわふわだし、もちろんマティックの価格が上がるので、ユーザーもやっぱり買ってよかったなってなるっていう、こう三者独状態になっているっていうのが、うんえー、今のポリゴンの価格の,あの上昇に結びついているという形になります。で、まあでも一言言うと、このアーベのとかの えっとこれだけマティックを配ってるキャンペーンはえっとねまあ一年ぐらい続くんですけどここまで配ってるのは来月の半ばぐらいに終わるんでなんつうかそのキャンペーン終わった時にどうなるのかなっていうのは僕的な興味ではありますはいというわけであの、えー、おまけも含めて以上でしたありがとうございました夢野さんありがとうございますアペンドックスまで大変面白かったですありがとうございました はい。それではですね、えーと、ご視聴いただいた皆様から、えっ、ー、と、休憩受け付けたいと思います。早速届いています。えー、えー、ちょっと今から私の方が質問を読み上げるので、ご回答お願いします。はい。はーい。えっ、ー、と、最初、こういった質問です。えっ、ーえー、と、最初の方にあったんですけどね、まあ、在庫連動型ダッチオークションは、他の会社も活用できるんでしょうかといったご質問です。あのー、 そうですねあの、ご相談いただければというか、まあまあまあ、特許なんで、まあ、ちょっとずらした形であれば、まあ、誰でもなんか似たようなことはできると思うんですけど、あの一応その特許は取っているのであの、ご相談していただけばいいようにあの計らいますという感じですね、うん。その場合、問い合わせ先はインフォか何かそう,、ね、そうですね、ダブルジャンプ側にこう問い合わせていただければありがたいかなというふうには思います。はい 匿名の方、そちらでよろしいでしょうか。はい、えーと。もしご希望でしたらお問い合わせください。はい。では、その次いきましょう。こちらですね。<タッ>マイクリプトヒーローズの開発体制、人数規模はどの程度だったのでしょうか。また、開発中のマイクリプトサーガ 先ほど出てきましたよね。えー、既存のスマホゲームメーカーが NFT ゲームに参入する場合、開発体制規模の差分や注意部分を理解したくご質問しました。こちらどうでしょうかマイクリプトヒーローズに関しては、えー、っとね、10名弱ですね。おお、そうなんですね。10名弱で、 まあ、2、3か月ぐらいかなっていう感じです。<ー>なので、まあ、まあ、あのー、割と、なんていうか、あのー、まあ、黎明期っていうのもあるので、まあ、黎明期のウェ,ウェブをうベースとした、まあ、ゲーム開発なので、割かしコストを安くはできるという,う思います。はい、ただ、まあ、あのね、結構そこまでスピード感を持ってできたのは、まあ、僕自身が、まあ、ほとんど、その、 あのプログラム書いてたっていうのもあって、何 <laughs> て言うのかな、<laughs> 役を立てる人と意思決定と <laughs>、ね、っていうところも、まあ、あったりするので、ちょっと、あのそこまで参考していいかどうかわかんないですけど、まあでもそれぐらいの規模感ですっていう感じですね。で、マイクリフトサービスがちょっとだけ、<laughs> えーえー、マイクリヒーローズの時代よりも立地化してるっていうのもあるので,うん、うん、で、リアルタイムカードバトルっていうところもあって、 そこら辺の難しさもあって、えー、開発対人数としては、まあ、あの10人弱ぐらいっていうのはあまり変わってないんですけど、かかった期間はちょっと長くなってますね。半年ぐらい行ってんのかなっていう感じです、うん。ありがとうございます。あと、まあその注意部分って、まあ、これいっぱいあると思うんですけど、中でもここはね、 うしたた方がいいといののはどのあたりなんですかねあの先ほどの説明にもあったんですけどそのエコシステムの設計自体ですね設計自体が一番も寛容ですねそこをひっくり返るのよくあることなんで自分自身たち自分自身とかでも理分かっててもなかなかこうやっぱり たまにひっくり返ることもあったりするのでそこがもうめちゃくちゃ肝中の肝になりますねあのエコシステムの設計って結構端々までちゃんと設計しないといけないのであの販売あのリファラルプロモーション、えー、こういうユーザーが経済合理性を追い求めた場合にちゃんと動くかどうかみたいなところを全部検討しきらないと。 あの手戻りがまああるかなっていうふうな形になります。なるほどね、なるほどね。いやもう開発最前線の、えー、人からのフィードバックそありがとうございます。えー、匿名希望の方。 こちらででよろししかかったでしょうかあと、ちょっと事務局からですね、えっと、ご質問させていただきたいことあります。あのまあ、こちら、言える範囲で、今、今の方と業務提携してるとか、えっと、お話ししてますけど、まあ、今後、こんな風に展開していきたいとか、上田さん自身、この NFT 使ってこんなビジネスできたらなというのは、なんかまあビジョンでもいいし、あのー、もうなんていうかな、ああのこういう風に展開していきたいという、なんかその辺のあたり、聞かせていただける範囲でお聞かせいただけますでしょうか。はい、そうですね、えーっと まあ、もともとその、えっ、ー、と、まあブロック、ダブルジャンプをあの、まあ、創業した2018年4月にちょうどロードショーをやったんですけど、レディープレイヤーワンっていう映画があって、面白かったですね。さまざまな、なんていうか、そのキャラクターとかアイテムというのが一度に返して、まあ、あれ自体、なんていうか、うんと、 まあハリウッドの映画であるような本当にこう地球を守るんだっていう感じじゃないんだけど自分たちのゲームの世界を守るんだっていう意味においては世界を守るみたいな命題を持ったなんか映画だったと思うんですけどああいう世界結構面白いなと思っていてさまざまなあのコンテンツプロバイダーの人と組みながらいわゆるああいうそのゲームメタバース的な世界っていうのを構築できればああ面白いなというふうに考えております。 いいですねあの個人的にも、フォートナイトとか大好きなので、はい、ぜひ、ですね、ぜひ、ありがとうございます。あ、ご質問が来ました、一つですね。すみません、まあ、匿名の方です。あ、まあ、なかなかこれは、えーまあ、最初の頃にね、えーと、金融庁のやり取りも出てきましたけど、当局との調整で一番苦労したことは何ですかまた、これだけは、まあ、これ当局のという意味ですね、金融庁、これだけは注意した方が良い点はありますかこれいかがでしょうか そうですね、えーとえああの、僕の中では意外とおそんなにあの苦労したっていうことはなかったですね。だからなんていうかその、さすがになんていうか何度もあの金融庁に行くのもまあ向こうにとても迷惑だろうしっていうところがあったので。 あ,のある程度、自分たちの方でリーガル的にはまあセーフティーだろう、もしくはこうやっても、こういうエコシステム設計だったら、おそらくその金融庁が目指しているところに対して反しないだろうというところを考え抜いた上で持っていくというところがポイントなのかなとうう思っています。で、ポイントとしては、えっと、2つで、消費者保護と、はいえー、アンチ・マネーロンダリング対策。 この二つの観点で問題なさそうかどうかっていうのをちゃんと自分たちで問んだ上で当局に持っていくと、まあ話が早いというかなのかなというふうに思っております。消費者法と AML ということですね。なるほど。そうです。そこはもう絶対必須ですね。大事ですね。はい、ありがとうございます。 はい、他に質問はございませんでしょうか。まあ、なければですね、えー、こちらで一通りご質問回答いただきましたので、えー、ありがとうございました。それではですね、えー、っとちょっと少々お待ちくださいね。 はいではですね、えー、とこちら、えー、とだけれです、ねまあ本当、長時間にわたってですね、お話しいただいて、失業答も本当にご丁寧に答えていただきました。また、付録までありまして、スシスワップでできたのでちょっとびっくりしました。<laughs> <laughs> ありがとうございました。まあ、あのキャンペーンは来月中旬ぐらいまでなんですね、じゃあ。あまあいや、それはとも続くんですけど、ちょっと額減っちゃうとか、そんな、そんな,レベルなんです。 分かりました。大変おもしい話。ありがとうございます。それでですね、まあ、あのー、こちらで一通りプログラム終わりましたので、えー、本日の第2回目 NFT 勉強会は終了とさせていただきます。まずですね、まあ、えー、ミーティング方式ではないんですけど、視聴いただいた皆様、えー、っと、講師の上野さんに拍手を送っていただければと思います。皆さん、ありがとうございました。はい、あもう一つね、あの、しま、うん、した。イベントの宣伝。あ、全然いいです。どうぞどうぞ。ってはい。これなんだ、これ。 なんか画面共有できるんであれば。6月10日の件ですかあ、そうですね。6月10日の件ですああ、はい、はい、ぜひぜひ。はい。前回もさせていただいて、はいあの。6月10日に、えー、6月10日だよ。ちょっと。えノンァンジブ東京あの、略して NFT なんですけど。ちょっと待ってね。えっ、ー、と、画面共有したいですね。これかなちょっと私、私の方で共有しちゃおうかな。ちょっと,ょっと待ってね。私の方でやっちゃいましょうか。えっ、ー、と、 画面の共有、これでどうですか出ましたね。上野さん見えますはい。はい、これですよね。ノンファンジブル東京。はい、はい。6月10日と6月11日ですね。まあ、10日がハイブリッド、えー、と会場と、えー、動画配信と、11日は、えー、とオンラインオンリーですね。はい。こちらの上野さんどういうコミットのされ方なんでしょうか私は大体知ってますけど。<laughs> はい、はい。えっ、ー、と、ノンファンジブル東京っていう、その、えっ、ー、と、N まあ、NFT 周りのことをこう話し合う会というのがあってあのダブルジャンプとしても参加させていただいているという形になります。で、えー、とオンラインでも見れるような形になっているのでぜひあのご興味があればあのノンファジブ東京の,あのオンライン参加もあのできればいいかなというふうに考えております。 6月10日木曜日が11時40分から19時、えー、6月11日金曜日から10金曜日12時から19時ですね、えー、2日目11日金曜日はオンラインのみの開催ですちなみに上野さん10日の日は私も現地に行かせていただくことになってますあ,ありがとうございます、はい。いすいやこれ本当最大の、えー、の、えー、NFT のイベントですのでぜひ皆さんあのオンラインスマホからでも見れますからね、えー、参加いただければなと 思いいいまままますすすすこちら無料になっておおりでで応募できますよろししくお願いします、はい、それでは本当長時間にわたって上野さんありがとうございました。またあの引き続きちょっとなんていうか手前見せたんですけど、ダブルウェルナでできたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いしますあ。ありがとうございます。はい、えー、それではあのお問い合わせされたい方は、えー、インフォで、えー、ダブルジャンプ東京の方にお問い合わせいただければと思います。それでは皆さん長時間ありがとうございました。次回第3回はですね、えー、6月3日、えー、また同じ、えー 19時からです。ゲストの方、今最終調整中です。えー、近々、えー、ホームページ、ツイッターで、えー、告知させてください。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。また画面の方ですね、えー、退出されましたらアンケート出てきます、えー。そちらのご回答いただければ嬉しいです。では、来週第3回もよろしくお願いいたします。それでは改めて皆ンさん、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、失礼いたします。ありがとうございました。失礼いたします。